はい、ライバロリさん、対戦よろしくお願いします。ルールの方はですね、多分テロップ載せてると思うんで、それを確認してください。ですが、初戦2戦は、まあ、3匹選出して、後半3戦は6匹で、ごっちゃ大怪獣バトルをするっていうような、そんな感じでございます。で、これどうしよっかな。先発デオキッスでよくないか。デオキッスでいいんですけど、初手ゴースが一番めんどくさいんですよね。トリックルーム起動員として考えられるんが、ゴースかブーピックなんで、ブーピックはトリックルーム起動員として考えられるんですけど、まあ、ゴースも一応、否めなくはないんで、そこの判断がまた、難しいなっていう、そんな感じでございますね。まあ、なので、まあ、ここを先発、様子見、がてら、誰から行こっかな。結構うちのパーティーゴースがめっちゃ刺さってるんですよね。初手ゴースが嫌なんで、ラティオスから行きます。で、あとは、サンフラワーディオキシスで、まあ、この布陣で、相手を粉砕していきます。もう先手必勝。先手必勝で行くんで、あ、これで行きます。さあ、誰や？まあ、ゴースやんなー。で、一応、ラティオスはですね、めちゃくちゃ素早さに咲いておりまして、こいつがね、気合の助けだったらまだいいんですけど、こだわりスカーフとかだったらね、これどうしようもないんすよね。それが一番めんどくさいルートなんで、ここを一回、まあ、サイキネからで一応行くんですけど、相手、ああ、これスカーフじゃないですね。っていうことは、多分トリックルームあたりを持っている可能性が結構高くなってきましたね、これ。あ、トリックルーム使ってきましたね。じゃあ、これ普通に、うちの、ラティオス、まあ、こういう時のために、遅延行為ができるなってるんで、ここは守り行きます。あ、無理やり枯らしに行きます、ここ。はい、守り入れて、自己再生しての、超陰キャループを、ちょっとしていきます、ここ。うん、オッケー、シャドーボッケー。もう無理やり枯らしに行くからね、ここ。無理やり。無理やり枯らすからね、自己再生で。これも一応まあ、ドル口ぶり的には一応、ある程度は耐えるんで、ここ自己再生で、粘りつつ、こっからちょっと自利品にやっていきます。はい。まあ、トリックルームターンを、まあ、無理やり溶かしていくことが、大事なんで、で、ここで、来て困るポケモンって言うたら、まあ、ノクタスも一応後ろのポケモンに効くんで、こう守るからいきます。あいつさんも悩んでますね。まあ、そりゃ、うちのラティオス、結構耐久力振ってますからね。あいつさんも困惑してるでしょう。まあ、一応これで、フラベベ毒毒入れてるんで、それのサイクルに合わせて、入れてるっていうような感じでもあります。まあ、どこかしらかのタイミングでフラベベに交代するもありですよね。一応うちのフラベベ結構素早さ無理なんで、それで、利用してっていう風なルートも全然、ありなのかなと思う時ありますね。まあ、ここは別に交代されても全然いいんで、あ、オッケーオッケー。で、何してくる？シャドウオッケー。じゃあ多分このゴース素早さには間違いなく振ってないんで、こうフラベに交代します。オッケー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 。今んところ悪くないんじゃないか。今んところ悪くないぞ。オッケー、いい感じですね。まあ、特防じゃなかったけど、まあ、それは別に、あー、ちょ、トリックルームターン全然見てなかった。ミスった。ミスった俺。トリックルームターン全然見てなかった。あ、やべやべやべ、やべやべ。どうしようかな。シャドウボーヘッドバック。いや、ヘッドバックないよな。どうしよっかな。ヘッドローバック、いや、普通にトリックルーム歌見て、あともう一旦あるかなって。うわ、完全プレイ見したわ、今。ヘッドバックってくるんだったらヘッドバックでいいんですけど、ラティニス上げます。結局、こいつ何しに来たんやろな。うん。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、これでとりあえず、結果オーライかな。とりあえずこれで結果オーライですね。まあ、冬打ちも耐えるんで、まあ、最近でいいでしょ。うん。まあ、最近でいいんで。あ、オッケー、冬打ち持ってますね、やっぱり。まあ、これも耐えるんで、オッケー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 。で、あとはまあ、とりあえずちょっとこの HP じゃ、心もとないですが、まあ、ここはもうやるしかないんで、突っ張りましょう。うん。まあ、ラティオス最悪失っても、まあ、ちょっと、このプレビめっちゃでかいですけど、まあ、それでもとりあえず何やそれ。俺、こいつさ、こいつ、こいつ、
やることに関してはほんまに大爆発するぐらいしかちょっとやること感じられないんですけど、まあ、とりあえずここは、てか相手何これ。ちょ、待て、相手さ、ちょ待って、相手2匹しか選出したくないじゃん。面白すぎんねんけど。だから電光石火か、了解了解、まあ、耐えますね。てか相手あ、おや。まあ、これで一応、一勝はしたんですけど、ライバルリさん、僕3匹目のポケモン見せなかったじゃないですか。まあ、相手も4匹から3匹選べるっていうことなんで、こっちも、4匹のうちから3匹選べることになりました。よろしくお願いします。で、とりあえずですね、まあ、先発、まあ、一応、ゴースト、タネボーはなくなったんで、まあ、他4匹のポケモンだったわけなんですけど、ここはね、まあ、相手さんも、多分、出てくるポケモンは概ね予想できてると思いますが、まあ、これでいいですね。バロリさん、どうやらノーマルルールで、選出されるポケモン、まあ、最大6匹までいけるんですけど、まあ、それでちょっと仕様が、まあ、シュラットルールだったら、3匹強制的に、まあ、選べるんですけど、ノーマルルールだったら、選んだ分しか選べない感じみたいで、それでちょっと、プレ、まあ、なんかちょっとミスったっていうような感じですかね。なんとも言えないですけど。まあ、とりあえず、まあ、相手、まだバシャーモとかね、ブービック、ノクタス、この辺使ってないんで、まあ、おそらくですけど、まあ、その辺のポケモンで攻めてくるんじゃないですかね。まあ、可能性としてはその辺が高い。よし、ちょっとみなぎってきたな。おー、なんか、相手になんか勝たせてもらった感がすんごい強いけど、まあ、ここでバチコリと、勝ちに行くからね。さあ、オンバッティ行ってこい。さあ、チャーシュー、あー、ブービックか。あ、これ全然問題ないですよ。これを何、トリックルーム展開とかしてくるんですかね。あ、バンジのみか。え、バンジのみなにこれ。ゴースト半銀か。なるほどね。まあ、僕はそんな、おしゃれなことはしませんからね。ね、どうしよっかな。とりあえず、挑発から入れたい気持ちもあるんですけど、バンジのみってことは、おそらくですけど、なんか、めんどくさいことしてくることは間違いない。こう一回ここ、前歯から行きましょう。トリックルームは再開してもいい。うん。で、そっからちょっと毒毒入れつつっていうような感じがいいかな。シャドウボッケ。まあ、これは耐えてほしいな。耐えてほしい願望が強い。あ、いいですね。あ、オッケー。まあ、これはもううまいこと、起点はできそうなんで、相手はこれトリックルーム起点っていう感じは見えないんで、こう追い風巻いて、まあ、退場が理想かな。うん。さあ、トリックルームやめてね。オッケー。いや、いいぞ、今のところ。いや、全然いいぞ、今のところ。オッケー。さあ、ここで、パールルに引き継いでいくという、そんな感じです。買い場所行ってこい。オッケー。よーし。で、一応、この、パールルの波乗りで、この子、突撃直帰じゃなかったんで、特防ぶりとかじゃない限りは、確率に一発で落とせます。この HP だったら確率に落とせるんで、まあ、そっからが勝負っていう感じでしょうか。まあ、とりあえずちょっと、うちの、この、あいつのパーティー的に、パールル、殻を破る余裕がないんで、まあ、そこ次第なのかなっていう感じではありますね。さて、何をしてくるでしょ、次誰が来るやろ。ノクタスとかじゃないかな、可能性としては。ただ、そう、ノクタスから来られると、困るんが、うちのデオキス、ナモノミ持ってるんですよ。それで、ナモノミで1個消化してしまったら、次の、バシャーモとかにね、どうしようもなくなってしまうっていう、そういうデメリットも、まあ、なくはないんで、まあ、そこがちょっとめんどくさいですね。ノクタスから来るよな。まあ、ノクタスに関しては、これ、封じ耐えるんで、ここも、レイビデイです。多分、タスキだと思うんですけど、まあ、タスキだろうが、タスキじゃないかは、まあ、その辺どうでもいいんで、ここも冷凍ビームで、まあ、パールルは出せに行きます。後ろはバシャームだと思うんで。あ、これが HP 減ってたら十分です。ニドラーム。オッケー。これ何タイプ？草タイプか。あ、オッケー。まあ、これは全然問題ないですね。まあ、これ後ろ出置き室で、多分再起ねプラスで勝てると思うねんけどな。で、予想なんですけど、多分バシャームの持ち物が、多分アクゼットだと思うんですよね。畑落とす Z か。多分その辺だと思うんで、まあ、ここはもう、新速で、とりあえず、ノクタスは潰しつつ、まあ、これ優先のプラス2なんで、ノクタスは、冬中に、透かして、優先プラス2で倒せるんで、ここは別に問題なしですね。相手も多分これ、残す理由はないと思うんで、うん、オッケー。だから負け筋は、ほんまに炎 Z かな。炎 Z が負け筋かな。うん。
アクゼットとか、はたき落とすとか使ってきたら勝てる。うん、これ多分バシャーも。オッケー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 。さあ、すべてはこれにかかってるな。まあ、多分ここさすがに、守るから入るでしょ。持ってると思うんで。一応猟奇室って、スピードフォルムにすると、なんと無振りで実質200もあるんで、こいつ130族と、ほぼほぼ同値っていう、スライス属地、180もあるんで、まあ、そこが壊れてるのかなって感じですね。あ、ごめんなさい。はい。もう、あれ何嘘え、マジでちょ、待って。嘘だろ、お前。まさかの、ちょっと待って。お前、そんなことある？まあ、こっちも、名物見なんですけどね。こっちも、半減なんですけどね。まあ、これプラス、畑落とすと耐えます。オッケー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 。あ、もう、はい、はい。もう、はい、最近で。あ、これ勝ちましたね。あいつは悩んでますね、これ。まあ、これプラス畑落とす耐えるんで、もう全然、いいです。はい。まあ、これも耐えるんで、オッケー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 。大変ありがとうございました。もう、最後の最後でドアドンすんなよ、もう。オッケー。あ、いい感じゃ、今のところ。オッケー。